疲れた。どうしよう、自分のジャケなんならセルフィー、地球と宇宙が注目、もういいかけよ、やるっけねえもん。ふぅ疲れた。ハッピーハロウィーン。 X 見てね、みんな。ずっと急上昇を狙え狙え。フランシスさんありがとう。チューナー服かと思ってた、違います。さっきレッスン終わって今帰ってきたので、ちょっとそれは厳しかった。レッスン上のお掃除、お疲れ様。そう、レッスン上のお掃除もしてきて、まあそれ当たり前なので全然ね、お疲れっていうかレッスンのついでなのでですよっていう感じで。え、待ってよ、充電器。ほらもう見て、これ届かないんだよ。差し替え、何が、あ、あるあるある、ずっとできるよ。上昇最前線は譲れないんだ、リセットなんか今さらだわ。水も甘いも飲み込んで、毎分毎秒アップデート、アップデート。全人類が何見て、疲れた。なんでみんなミーがレッスン場のお掃除してたこと知ってんの？プランセージさんありがとう。ジャギさん、恋してカープさんありがとう、スバルありがとう、オノピありがとう。チャイナ可愛すぎた、ほんとに嬉しい。みんな X 見てきてください、ちょっと見てきてください。ちょっと本当はね、上着脱ぎたかったんですよ。脱いだらちょっとね、結構いろいろ見えちゃってたんでやめました。上着脱がずに、そう、もうね、めっちゃね、見せすぎくらい見せるやつだったんで、ちょっと上着きました。まひなさん、スバルありがとう。ハッピーハロウィン。皆さんは何かしましたか？みゆは昨日あのメイクめっちゃね、お姉ちゃんにしてもらって、昨日ねハロウィンの服着て写真撮りました、いっぱい。いちごちゃん、あ、ね、今日いちごちゃんにレッスン場で会った時に声がすごくねってなってたから、本当に早く元気になってほしいと思います。てんさんありがとう。バキラストハロウィン、そう、みんなと過ごすのはこれがラストのハロウィンだよ。悲しい。ピエン、実は最後なんですよね、みんなと過ごすのはこれで。りょうさんありがとう。今日の夜も大好きな一日でした。本当ですか、嬉しい、ありがとう。いつも言ってくれるね。見てくださいこれ、なんかなんかさ、ないかなと思ってこれねあの100均で買ってもらいました。可愛いでしょ。ドゥドゥドゥ、レッスン終わった後だからもうメイクも何もしてないんですけど、申し訳ない。まひなさんありがとう。季節外れの台風来てる、そうなの。今日はちょっとね、せっかくなんかしたいなと思って X じゃなくてメールにさっきケーキの写真載せたんですけど、あともう一個お化け、ハロウィンのケーキがあったんですけど、それはちょっと今ないんだけど、ハロウィンケーキです。これを食べたいなと思って、そう、本当はコスプレっていうかチャイナを着てやりたかったんだけど、メイクもできてないし、レッスン後なのでちょっと汗がすごくて汚いんだけど、ごめんね。ひらつぐさん、アルプスの牧場さんありがとう。看護師、あ、4日目お疲れ、やんやん。チャイナコス見た、みんな
JK からまた新しいミューポンで、ミューポンですよ。ユニアハートありがとう。ラストアロイン、ラストアロイン、ラストアロイン、ラストアロインはもう汗ダクダクです。ソニーさん、ユニアハートありがとう。ラストアロイン悲しくなってきた。ありがとう、そんなユニアンバケありがとう。ソニーさん、お菓子ありがとう。お菓子、そう、なんだっけ、さっきレッスンがあって、なんだっけ名前、なんだっけ、ブルボンだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あれプチ、プチだっけ、お菓子の名前がわかんないんですけど、こういうやつを、こういうなんかクッキーのお菓子みたいなやつをあかりんさんがくださって、みんなに、みんな分、くださって、本当に、幸せでした。メールでワギナシチュエンの写真送ってくれて方、送りたかったんだけど、多分ね、NG を食らうのでやめときました。ユニアお化けありがとう。 X 見てきて可愛かった、ありがとう、嬉しいです。おいしそうってことでね、まあいただきたいと思います。チュエンのコスト、あいつの写真、昨日です。昨日はね15分だけ配信したと思うんだけど、あの時に洗面台で配信してたんだけど、お姉ちゃんにメイクをしてもらってる途中で、あの時にメイク、お姉ちゃんにメイクしてもらって、お姉ちゃんにチャイナのね写真を撮ってもらってって感じです。そうなんですよ。んで、そうなんだ、飲み物いいね。サンディさん、お化けありがとう。なんか一個ずつ、一個ずつのイベントがもう来年はみんなで一緒には入れないから、本当に全部の一個ずつをかみしめて楽しむね。ってことでね、まあケーキ食べようかなって感じで。みんなはいつもこの葉っぱ食べますか、こういうの。食べない。でもさ、今の季節ってさ、いちごじゃないよね。だから酸っぱいよね、多分。よし、いただきまーす。ビーハロウィン。いただきます。いただきます。うまっ、うん、うん、幸せですね。柏木さん、スバル、お菓子ありがとう、ありがとう。自分ショールーム始めたんだ、アバターしただけで絶賛してる。そうなの、ほんとだ。みゆもたまに、たまにっていうか STU 推しの方のショールームたまに入っちゃう、入ってるんだよね。そう、みゆが配信終わった後とかやってる方いたら見てる。こんばんは、西さん、お菓子ありがとう。モンブランにしなかったの、え、モンブランあるけどね、ちょっとね、今はショートケーキの気分なので、一回これ食べてモンブラン行きますね。何食べてんの、ケーキだよ。ハロウィンのケーキを買ってもらったんですよ。本当はお化けのケーキもあるんだけど、これを食べたくて。季節のギフトも今日、あ、そうだよね、ハロウィンの季節のギフトも今日までだと思うので、ぜひ
ハロウィンのさギフトさ結構可愛いの多いからさ、くるみちゃん、にしさん、お菓子ありがとう。ハロウィンケーキ、そうそう、モンブランをね最後に食べるんですよ。チャイナ可愛い、本当にいたずらされた、いたずらするよ。逆にもう怒ってるからね、 X の投稿は。ハロウィン最終日、最終日、ハロウィンイベント最終日、にしさんお化けありがとう、りょうさんお化けありがとう。ハロウィンだからってお菓子食べすぎるなよ。え、食べすぎちゃってるんですよ。え、なんか最近ねマジでもう食欲止まんなくていっぱい食べてる。なんか我慢した方が逆にダメだなって思っちゃった。あつぽん、みーぽん卒業本当に悲しい、ありがとう、ともちんさん、みーも悲しいけどね、まだ STU 自体に STU っていうグループに貢献しきれてないのでね、恩返しいっぱいできるように、ファンのみんなにもこのグループにもいっぱい恩返しできるように最後まで頑張るから、本当になんかまだみんな推し変しないでね、まだしないでね、ここにいる方は最後まで応援してください。西さん、サンディさん、ありがとう。インスタのノートがねハロウィン仕様になってた。へえ、ノート、いびきはワンちゃんです。西さんありがとう、リオさんありがとう。なんだっけ、ピエロのクマちゃんありがとう。リアさん、モンブラン紫、そうだよ紫、なんかハロウィンだから、多分ハロウィンだからこの紫と黄色の感じで、絶対美味しくないこんなのって思って。クマちんさんありがとう。かぼちゃ、オナピお菓子ありがとう。リオさん、カンオケありがとう。ハッチウェストさんありがとう。残りの時間対戦する、本当にケイカずっと支援しないよ、本当に嬉しい。もうね、何人かミューが、ミューのもともと応援してくれてた方何人かがね、教えミューが辞めるって言っ発表してから教えしてる方が結構ねいたので、ここにいるみんなは最後まで、最後の日終わったらしていいんですけど、それまではしないでほしいなっていうミューの最後のお願いです。するわけないんですよ、僕はミーポンのことが一番大好き、ありがとう、嬉しい。ミーポンは活動時としても3期はミーポン騙している、本当に。じゃあミーがね、わかんないけどたまにまあここに戻ってくる時があったら、なんかたまにさ出演な何かで、まあね、かなーちゃんとかの時とかになんか出るっていうか、まあなんかね呼んでくれた時があって、その時にはね応援してね、みんなずっとみぽんし、ありがとう、ともちんさん、みぽんの近くで安心して見てる、そうだよ、永遠のし、うん、嬉しい、泣いちゃう、ね、なんかそういう優しい言葉にねすぐ涙出るから、ちょっとやめてくださいよ、もうあんまりね最後の日以外は涙見せないように頑張ろうって思ってるから、ちょっと泣かせないでみんな。うまっ、最後の日が終わってもずっと見ようしてる、ありがとう、そんな言ってくれて。松雪さんお化けありがとう。去年に達成できたら一緒に見ました、あそうだね言ってたね、泣いてもいいんだよ、でも泣いてたらさみんなもさ気分下がるじゃん、
から最後の日以外はミヤナもう泣かないって頑張る。ともちんさんお菓子ありがとう。大阪の次の日期末テストの今日テスト中も泣いたらごめんね。悲しい。それはそっか、テスト中に泣いたら周りの友達とかからどうしたのどうしたのユーニャンって言われちゃうよ。マスターさんお化けありがとう。ともちんさんお菓子ありがとう。かなちゃんやリア中の卒業公演には来てね。もう無理やりでも参加させていただく。お手紙とか書きたい。失礼になったから一歩のサインに来ていただく。やったね、ありがとう柏木さん。あ、そうだよ、七並べもねやりたいと思ってるので、うん、七並べだけをする時間もどこかで作っていきたいと思います。そのままの一本に優しい。リアさんお菓子ありがとう。一本に会えなくなるの悲しい。泣かせに来てます。もうマジでねえ、ダメですよそういうの。ガチ泣きだから、なんかさ本当に泣き出したらさ一生泣いてるからさ、もう言葉も喋れないぐらいってなっちゃうからやめてください。最後の日にめっちゃ泣かして、泣かしてっていうかもう普通に自分から泣いちゃう。せんしないです。ありがとうスバル、優しい。顔にウィルポンと書いて仕事に行くって誓いはまだ守れてない。そうだよ、やらなきゃダメですよ全然そんなね、会社の方からねどうしたのえって言われちゃうから全然いいよしなくて気持ちだけ。あと消える、すぐ消える、手でこすったら消えるぐらいのやつで書いたらいいんじゃないですか。ミッポの様子を聞くためにかなあちゃんとリアちゃんの話に行こうかと思ってますありありですねそれ。うん、でもリアちゃんとね、あの映画のちょっと怖いやつ、イットだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんか怖い今映画が外国何か分かんないんだけど怖そうな、ミュが見たか、ミュも見たくてリアちゃんも見たいって思ってくれてた映画があるらしくて、それに行こうって話してるから、ちょっと早く行きたいですね。あと1回で七並べミーポンパラダイスになります。え、ミューとあと1回対戦したらってことですか。でもヒロシさんってさ結構さ対戦何回もしてるよね。もうみんなとね対戦したいですね。大阪では笑顔で見送るね。大阪はもう大泣きですよ多分。みやもう絶対泣いちゃう。みやさんかわいい、ありがとう。弟いもありがとう。おしゃれな部屋ですねリビングです。これはちょっとジョーカー、あ、それかもしれない。ハルさんハートありがとう。ミーポンに出会ってなかったら人生、出会ってなかったら人生変わった気がする。本当にいい方向になったってことですか。何食べてる今。ケーキ食べてます。ハロウィンケーキ。ミユに出会ったことで誰かの明日頑張ろうっていう、なんていう、そういうね、明日もこれで頑張れるって思わせれてたならよかったなって思いますジョークバズで運動神経の良さが語る。サスケはなんか結構寝てたかったし、なのでまあ個人で出そうかな、個
個人で応募してみようかなって思ったりやってみたかったから。なんでほら、もともと見たくて、それは普通にだからそれ見たいのが重なったから、リアちゃんとで誘ってくれたから行こうって感じ。おのぴよかし、ありがとう。一口ちょうだい。やだねー、みやそんな優しくないんです、ごめんけど。スイッチスミル聞くためだけに行こうかな。行ってください。寂しい、好き、会いたい、会いたいね、ウラペチンナさん。会える機会あるかな。やっぱ直しさんに食べる表情に元気もらってた、嬉しい。そんな ASMR になろうかな。たくさん、そうだね、たくさんやろうね。カイナさん、ありがとう。一本に出会えて笑顔増えた、嬉しい。そんな泣いちゃう、それは。モンブラン、あ、モンブラン食べてなかったね、ちょっとちょモンブラン、モンブラン、やばい時間が。いただきます。うん、だって残汁飲んでない。13位、エポンタさん。12位、恋してカープさん。11位、カニシカさん。10位、トモチンさん。9位、カシユキさん。8位、ニシさん。7位、ポヨン星人さん。6位、ソンリエさん。5位、スバル。4位、ユニア。3位、マリヒナさん。2位、オノピー。1位は、リョウさんでした。配信見に来てくれてありがとう。 X にチャイナ服をやってるので、ぜひ、いいね、コメントしてください。リポストもお願いします。見てね。また明日。バイバーイ。おやすみー。